岩橋慶侍は、京都府京都市伏見区出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。小学1年から投手として、野球をはじめ、京都市立深草中学校時代は、深草中村メッツに所属していた。京都府立京都スバル高等学校では、2年秋から AS となったが、甲子園出場はならなかった。高校卒業後は、京都産業大学に進学し、 関西6大学野球リーグでは58試合に登板し30勝12敗415投球回293奪三振防御率1.56東京ヤクルトスワローズを含め中日ドラゴンズオリックスバファローズなど7球団10人のスカウトが視察に訪れた2013年10月24日プロ野球ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズから4位指名を 受け、契約金4000万円、年俸800万円で、入団契約を結んだ。背番号は44。2014年は開幕兄軍で迎えたが、5月13日に一軍初昇格。5月15日の読売ジャイアンツ戦に中継ぎとして、初登板、1回を二脱三振を含む三者凡退に、抑えた。6月15日の北海道日本ハムファイターズ戦で、 プロ初セーブを記録。7月5日の広島東洋ガープ戦でプロ初勝利を記録。7月12日に左肘痛で戦線を離脱。9月に同箇所の手術を行った。2015年は1試合の当番に終わった。2016年は1軍公式戦を置いて14試合に当番。11月25日から台湾で開催された2016。 アジアウィンターベースボールリーグにおいて NPBE スタン選抜に選出される。2017年は9月にプロ初選抜を含め東京ドームでの巨人戦2試合に選抜したがいずれも菅野智之と投げ合い敗れている。このうち9月26日には4回裏に巨人軍通算1万号となる本塁打を中井大輔に浴びた。 十一月二十五日から台湾で開催される二千十七アジアウィンターベースボールリーグにおいて、梅野優吾の事態により、追加招集で n p b スタン選抜に選出される。二千十九年は一軍当番はなく、十月一日に戦力外通告を受けた。十二月二十六日に二千二十年一月一日付で、オリックスバファローズの球団職員としてへの入団が、 発表された。スリークォーターから最速時速 141km のストレートに加え、スライダー、チェンジアップ、カットボールを操る。テイクバックが小さく、球の出所が見えづらい投球フォームが特徴である。ありがとうございます。